チョコマルです。今日はたくさんご報告があります。まずはこちら、前回の動画でお伝えした通り、30センチハイタイプ水槽水漏れしてました。で、自分でね直すことにしました。ライブ配信中にね飲んだくれて、まあ皆さんにご相談したところ、シリコンシーラントで直すのが一番確実だということだったので、ホームセンターでこちらを買ってきました。これを使うのは初めてだったので、もちろん大苦戦しましたが、なんとかまあ形になったんじゃないかと思います。はい、次はこちら、新しいベタさんのお迎えです。今101号室に入ってるのは、もともとアワポコシリンダー水槽にいたメスベタさんなんですけど、本来はそこにですね、以前動画で紹介した3色のダブルテールさんを入れる予定でした。ただまあとある事情でその子里親に出してしまったので、新しいベタさんを探してたんですけど、ついにですね、もうジャジャマル以来の運命の出会いじゃないかな一目惚れですね、はい、をしてしまって、今回はもうオークションサイトではなく高知熱帯魚サービスさんからお迎えいたしました。この様子ではこの子の魅力がちっとも伝わらないと思うんですけど、後で水槽の方にね移してから落ち着いた頃の動画をちょっとだけご紹介しようと思います。お次はこちら、106号室のあのカクタスボーン、透明のねホースで穴を塞いでたんですけど、やっぱりですねこんな風に白く濁って、まあ、見た目がかなり悪くなってしまいました。でこれをね取り出して、まあ、いろいろなものを詰め込んでみたんですよ。仕切り板の余ったアクリル板を細長く切ってで、こうぐるっと囲むように入れてみたり、まあ、鉢底ネットを丸めて入れてみたりしたんですけど、まあ、どれもこう穴を塞ぐっていう効果が薄くって、ちょっと目を離した隙にですねその穴と鉢底ネットの間にメタさんが顔をこうねじ込むっていう事件が起こってしまいまして、でこれではいかんと思って、もう考えた結果もうかなりめんどくさい方法を選びました。それがこちらです。仕切りに使ったアクリル板の廃材をそれぞれ穴の形にカットしてはめ込む、カクタスボーンの穴窓ガラス作戦です。もうこれがね自分が想像してたよりもなかなか大変な作業で、3時間ぐらいかかってようやく完成したんですけど、終わった後は指が痛くってもうゲームできないんじゃないかっていうぐらい大変でした。不器用ながらにもなんとかシリコンシーラントを塗り終わりました。でおそらく水漏れをしていたであろう右下の一角を重点的に、まあ、保険としてガラスの正面側をぐるっと取
取り囲むように塗っておきました。あとは、水槽をひっくり返した底の部分の手前側にもまっすぐ一本線シーラントを塗りたくって、24時間乾燥させた後、お水を張って半日放置しているんですけど、お水は一滴も漏れなかったので一応成功かな。見た目はね、少し悪くなってしまったんですけど、初めてにしては上出来かなと思います。問題続きでメタさんの紹介がなかなかできないんですけど、本日も最後までご視聴ありがとうございました。